私は時々深く考えることがあります。数ある未解決事件を調べる中で、残されたご家族がどのような気持ちで日々を過ごし、何度涙を流しているのだろうと、想像なんかでは決して語れない悔しさ、辛さ、切なさ、そして怒りがあるのだと思います。差し出がましいかもしれません。それでも許せないし、何か力になりたい。私の力は微々たるものです。皆さんの心に留めていただき、可能な範囲で拡散などご協力をお願いしたいです。今回はそんな事件のお話です。熊谷小4男児ひき逃げ事件。今から約10年前の2009年9月30日、古関頼子さんはひき逃げという行為によって最愛の一人息子、当時10歳だった孝則くんを奪われました。古関さん家族は孝則くんが4歳の頃に父親が他界、二人きりでの生活でした。この日頼子さんは学校に向かう孝則くんを見送った後、仕事へ出かけました。いつもと変わらない朝です。仕事が終わると知らない番号から着信が入っており、かけ直すとすぐに病院へ向かうように言われました。孝則くんが交通事故で亡くなった。病院に着くとそう告げられました。孝則くんはすでに警察に運ばれており、管轄の熊谷警察へ行くように言われます。それは身元確認のためでした。通常は顔を見ての本人確認、しかし本件では変わり果てた孝則くんの姿にショックを受けるだろうという警察の配慮のもと、孝則くんが身につけていた腕時計での確認となり、その腕時計は頼子さんから孝則くんへ10歳の誕生日プレゼントとして送ったものでした。時間の管理を自分でできるように、頼子さんの愛情がこもったプレゼントで、孝則くんのお気に入りだったそうです。現場となった場所は埼玉県熊谷市本国の道路で、時刻は午後6時50分。孝則くんは通っていた書道教室から帰る途中でした。すぐに現場検証が実施され、霧雨の中現場検証を行う警察と、道路に投げ出された自転車の映像は何度も報道されました。通常ひき逃げ事件は遅くとも1ヶ月もあれば検挙でき、その検挙率は毎年9割以上と言われています。中には 100% という年もあります。その一番の理由は、容疑者が自ら自首出頭するケースで、死亡ひき逃げ事件ともなれば車にも何らかの破損や痕跡が残る。他にも事故発生現場に残された証拠や目撃証言、防犯カメラからのナンバー特定などでの検挙が挙げられ、ひき逃げの時効は7年、自動車運転過失致死の時効が10年となっています。本件について事故現場の記録はほぼ完璧だったと言われています。しかし犯人逮捕には至りませんでした。連日証拠の乏しさから捜査が難航しているとの報道が続きます。母親の頼子さんはいても立ってもいられず、事件が発生してから約3週間後の10月21日、犯人逮捕に向けて動き出します。それは孝則くんが事故にあった現場付近を通る車のナンバープレートと、どこからその車が来てどの方角へ向かうのかを記録することでした。孝則くんが事故にあった通りは決して大きな通りではなく、抜け道に便利な生活道路だったため、近くの人間による犯行とみての調査でした。しかし限定的な考えは調査の幅を狭めるとし、ナンバーだけではなく方角も全て記録したそうです。警察の捜査と母親のナンバー調べが続けられます。ナンバー調べには給油のお母さん方の10年以上にわたる手伝いもあり、多い時には30人もの人が手伝ってくれたそうです。しかし残念ながら一向に犯人は捕まらず、2019年に入り、ついに頼子さんの記録するナンバーの台数が10万台にまでなりました。ナンバー調べが10万台に至るまでに、多い時には16箇所もの地点に分かれて車両の流れを確認、その情報を警察に提出し集計、車両が向かったと思われる市へ出向き、チラシ配りや聞き込みを実施したそうです。事故の発生が2009年の9月30日、つまりひき逃げの罪についてはすでに時効が成立しており、2019年9月30日には自動車運転過失致死の罪についても時効が成立してしまう。2019年1月には頼子さんは自身のブログを開設、2月からは事故調査会社に相談し、県警から返却された自転車等の証拠品を鑑定し、犯人逮捕へ諦めない活動を続けます。警察も2019年1月には時効間近ということもあり、15人体制の専従班を設置、7月からは27人に人員を増やし、犯人検挙に向け動きます。その時事故調査会社からは新たな可能性を指摘されることになります。孝則くんの衣服についた痕跡などから、2台の車に轢かれた可能性がある。警察の捜査では可能性としても出ていなかった話でした。
そして初動捜査についても警察のずさんさが垣間見える事態が9年後に発覚しました。なんと証拠品として保管されていたはずの高則くんの腕時計が紛失されていたのです。紛失に関わったとされる元警部補の男性は書類送検されています。しかしこのことを嘆いても仕方がありません。とにかく時効成立までの時間が少なかったからです。2019年の9月30日、この日までに犯人を捕まえられなければ永遠に捕まることはなくなるのです。そんな中、より子さんは事件の調査以外にも動いていました。自ら本件についての情報を発信、ビラを配り証拠の再鑑定を独自に実施、客観的な痕跡から事故のシミュレーション再現動画を作成、報道機関を動かし法務省、国会議員へ自ら赴き、さらなる捜査の嘆願、時効延長を訴える署名活動、その署名で集まった人数は3万人を超しました。そして迎えた2019年9月18日、時効成立まで12日と迫ったこの日、警察は異例の判断をすることになります。自動車運転過失致死から危険運転致死へと罪名の変更による10年の時効の延長を決定したのです。より子さんの血の滲むような努力が、高則くんの命が警察をも動かしたのです。今なお孤独の中で戦うより子さんは言います。生きながら地獄にいるような思いです。犯人には聞きたいことが山ほどあった。どういう状況だったのか、最後の瞬間の高則の様子は、泣いていたのか、それとも苦しんでいたのだろうか、なぜ助けてくれなかったのか、なぜ逃げたのか、なぜ高則は死ななければならなかったのか。生きていれば2019年で20歳を迎えるはずだった高則くん。高則くんの名前は、人のために孝行し多くの徳を重ねる子に育ってほしいという思いで付けられた名前だそうです。その思いは高則くんに届いていました。思いやりがあり、自分のことよりも友達を優先し、好きなものを買っていいよと言われると、女手一つで育ててくれているより子さんを気遣い、ガムでいいよと言う、そんな優しい子でした。より子さんは2代の犯人へという手紙を書いています。犯人へ、生きているなら読んでほしいです。事故が起きた時、高則は生きていましたか？痛がっていませんでしたか？泣いていませんでしたか？助けを求めていませんでしたか？その時の高則の状況を教えてもらえないでしょうか。お願いします。どうして車を止めて救護してはくれなかったんですか。犯人が置き去りにして逃げた後、高則がどうやって亡くなっていったか、犯人に見せて伝えたい。逃げ切ったとしても、時効を迎えて捜査が終了したとしても、真実を聞くまでは探し続けます。生きている限り、犯人と私には終わりはないのです。高則くんの死はいろんなものを変えました。自転車を運転する際のヘルメット着用の義務、当時事故現場付近にはなかった信号機の設置、亡くなってからも高則は人のために貢献し続けているのだと思う、より子さんはそう話します。より子さんは今後も引き続き犯人逮捕に向けた活動と、死亡ひき逃げの時効撤廃に向けた活動を続けていく予定だそうです。概要欄により子さんのブログへのリンクを記載しています。どんな些細なことでも何かあればご連絡いただくようにお願いいたします。高則くんのご冥福を心からお祈りし、犯人が一日でも早く逮捕されることを願います。それではご視聴いただきありがとうございました。